はい。現状、今の Y30、このグロリアのね、内装というか、インパネは、ちょっとずつVIP 仕様に変化しております。もちろんまあ、このテレビの、まあ全く受信も何もできないですけど、このテレビのチャンネル、チューナーかな？これつけてます。で、リアのエアコン、もうこれも全然効かない。もともとリアのエアコンもこれないんで、これも飾りです。で、エアコン、これは、もともとあった。純正でいいかな。これ SGL はこのグレード、このエアコンタイプじゃないんやけど、強しくんが交換したやつですね。ブラーム用の。VIP もこれと同じですね。で、こっちが、ラジオとカセット。これマイクのジャックですね。これが今、効かない状態です。で、この時計ね。時計とラジオの、ステーションインジケーター。この VIP はね、2段になってるんですね。時計が上で、下がラジオの曲を選択するやつかな。まあ一応、はめるだけはめたんやけど、電源が入ってないです。電源が取れないです。今、社外のあのオーディオをね、ここに入れてるんやけど、これの電源は、ヒューズボックスから取ってます。このシガライターとかね。あと、ドラレコとかは、ここに全部集めて、ヒューズボックスから電源を取ってるんで、このオーディオの電源っていうのは、全く聞いてないです。もともと入ってたオーディオも、電源、コネクターとか繋いでも、電気が来てないんですね。電気が死んでるんですね。どこで死んでるのかがちょっとわからなくて、ヒューズは飛んでない。けど、全部、配線繋いでも、オーディオだけがこう、電気が入らないっていうかね。ちょっと、謎な感じなんやけど、まあ、どっかで断線してるのか、何かリレーとか、なんかの不具合があるっていうことです。で、VIP 用の、このオーディオを今入れて、今から、こいつを、電気をなんとかしようっていう動画になります。よろしくお願いします。これがもともとついてたオーディオね。ラジオとカセットね。で、こっちが VIP。VIP 用です。ちょっとやっぱ、こっちの方がね、高級感があるというかね。で、後ろの配線なんやけど、ちょっと違うかな。これ、まあ、これは一緒やな。これ一緒。で、これが、こっちラジオとカセットをつなぐケーブルやろね。で、こっちが、VIP からちぎっていたハーネスです。ハーネスのね、量がもう圧倒的に違うんですよね。これね、前のオーナーさんがね、これやってるんですよね。これ、俺一番好かんのですよね。これ下手したらね、線切るんでね、これはね、あんまりおすすめしないですね。対応の線なら、線の太さとこれがね、それの同じやつっていうかな。やっていいやつと悪いやつがあるんで、もうこうなるんよね。線、噛み込ませるんよね、この、鉄のところでね。で、ぐっと挟んで、それで血栓するんやけど、これはね、あんまりやっちゃいかん。はい、VIP の配線。VIP の配線。これはこうな。4つや。ここか。もう、今までついてたやつとは、まるで、こう、配線が違うっていうね。これを把握しとかん。これがこうやな。これで、配線が、できたと。なんか英語で書いてるからさっぱりわからん。さあ、おそらくこれは電源やろうから、この辺はね、電源。この辺は多分スピーカーとか、関係かな。シグナル。シグナル。
これが ACC か。これが抜直や。マイナスがね、マイナスがどれかわからんな。マイナスがどれかな。これかな。この黒いのかな。全然わからんな。この辺はマイナスじゃねえもんな。なんとなくここのあの図を見て、まあこれはスピーカー、もともとついてた純正の方、本体の方にも同じ色がついてたんで、これが後ろスピーカー、前スピーカーの4本ですね。で、ACC、抜直、イルミの3本までは分かった。まあこの辺は全然分からん。これも分からん。これは上の時計とドッキングするやつだよね。これもまあ、わからんけど、マイナスがわからんのよ。マイナスがどれかわからんのよな。色的にね、この黒い線がだいたいマイナスなんやけど。これがわからんな。これが ?ANT シグナル。ANT シグナルっちゅうのがわからんのよな。何の線か。ちょっと調べるか。まあ、まさかと思って、マイナスは、この、本体。このアースがね、この要は本体なのかと思って、今試しにちょっとつなげてみたら、入った。電源入りました。FM、AM。サーチ。いけるね。タイマーって何？よし。なるほどね。っていうことは、この ACC、抜直。まあ、イルミはもうつきっぱなしでいいんで、ACC でいいです。本当はね、イルミっていうのはライトつけたら暗くなったりとか、昼間は明るいけど、ライトつけたらちょっと暗くなるとかね。だからそういう仕事をするんやけど。これ抜直ね。もうあとこれスピーカー。これがちょっとわからんの。この ANT シグナルっていうのは。ちょっと多分ラジオっぽいんやけど。この辺の線はね、これはちょっとね、わけわからんよね、これ。何の仕事しようのかがもう全然わからんのよな。カセット、まあ、これは時計に行くやろ。で、これが、ラジオのアンテナがここに刺さる。で、これが、これの行き場がないんよな。これ何やろな。後ろ、多分、後ろの座席からのコントロールするやつじゃねえかなって思うんよな。そんな感じの線かなと思う。この辺も。後ろの席からのリモコンとか。なんで、これはまあ特に使わんでもいいかなと。なんで、とりあえず、スピーカー線だけつなげてみて、鳴るかどうか。ラジオがね。その辺をやってみようかなと。ラジオのアンテナつないで、音が鳴るかどうかね。めちゃくちゃ面白い。やばい。このね、電気って、まあ、ややこしいんやけど、うまくいった時っていうのがね、めちゃくちゃ気持ちがいいんよね。わけわからんにながらもね、ああでもない、こうでもないって、プラスとマイナスつなげてみたりね、なんやかんやしてる時っていうのが、結構俺は好き。面白いわ。電気界行けばよかったってつくづく思う。まあ言っても勉強はせんかったと思うけど、まあはっきり言ってね、こんなことする必要あんまりないんやけどね。いらんことばっかりしようなって思うかもしれんけど、これが大事なんや。
これ2個をまとめるのがなかったっけな。めんどくせえな。はい、まあなんとかあの配線はつなぎました。スピーカー、前のスピーカーね、後ろのスピーカーはこっちにつながってるんで、別々になります。これが前のスピーカーの配線から電源プラスとイルミと ACC な、プラスとイルミと ACC を割り込ませて、あとはこの辺がね、何の線か何の仕事かさっぱりわからないけど、これが時計やろ、これラジオのアンテナやろね、おそらく。これをつなげればおそらくラジオは聞けるんじゃないかと思います。はい、時計は一応電源が入ったな。今何時かな。FM は表示が出る。でも AM にすると表示が出らんだよね。そんな感じだね。FM にしたら、NHK FM って出るんですね。はい。あとは問題はこのカセットよね。このカセットが生きてるのかどうか。これが結構大事。カセットあったかな。カセットがねえな。カセットどっかなかったっけな。これ。出てきた。カセットがいっぱい出てきました。まあ、とりあえず TDK やろ。TDK ね。やばい。さあ、カセットが。これ、ラジオ、電源は入れちょかんとカセットは動かんのかな？電気が来てないね、カセットがね。残念ながらあのカセットはちょっと無理でした。どうも電気が来てない感じですね。どうなんかな。なんかこれラジオ切って入れる表紙。うん、なんか多分ねシュッとこう入っていく感じなんかな。ちょっとわからんねやけど、なんか電気が来てない、来てるんか固着してるのかちょっとわからんけど、カセットはちょっと残念ながらちょっと聞きたかったけどね、何が入ってるのか。松田聖子がなんか入っちゃったんじゃないかなと思うけど、うん、これはちょっとあの修理案件ですね。いつかあのちょっと時間あったらもう一回外してね、カセットの方、修理してみたいと思います。ラジオはねバッチリですね、完全に。いい感じでラジオ入ってます。はい、こちらガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日は、この Y30 のオーディオをちょっと、VIP 仕様にしました。ラジオとねカセット、あと時計、
を、ちゃんと機能するようにね、配線を配線ちょっと自己流で、まあ全部の機能はね、つけられないんやけど、まあ要は電源さえ取れればなんとかなるやろうと思って探り当てて、なんとか、ラジオと時計の方は、つくようになったんやけど、ちょっとカセットがね聞きたかったけどね、なんかやっぱ電気はね、このラジオの方からこう直結してるんで、電気は来てると思うんやけど、おそらく固着かなーって感じだね。カセットってまあそういうトラブル多いよね。あの古いのはね、もうずっと動かしてなかったら固まってね、動かないっていうか、細かいギアとかね、あんなんが欠けたりとかしてて動かなかったりするんやけど、ちょっとできたらカセットはね修理したいかなって思います。はい、まあなんちゅうことはない、純正品をね純正風にしたっちゅうだけの動画だけど、まあやらんでいいことっていうかね、やる必要のないことかもしれんけど、こういうのはねこだわってやっていきたいと思います。もちろん車外のオーディオで後ろのスピーカーから鳴るで、ラジオはラジオでね前のスピーカーから鳴るっていう、ちょっと変な仕様になりましたけど、まあまあいいんじゃないかなと思います。ラジオは時々ね聞くことがあるんですね。はい、そんなもんかな。あとまあ内装のVIP仕様って言ったらね、このパワーシートとかね、その辺を移植できたらいいかなと思っております。今後とも Y30 どんどんVIP仕様にしていきますので、応援のほどよろしくお願いします。マイクがね欲しいんやけどね、2は